三菱、デリカ三菱、デリカスペースギアデリカスペースギアは、三菱自動車工業が製造、販売していたオフロード 4WD タイプのミニバンである。通称、略称は、スペースギア、スペギア、SG など。デリカスターワゴンの後継モデルとして、スーパープレジャー RV をコンセプトに2代目ファジェロをベースに開発された、全面衝突の安全性を考慮した、日本初のフロントエンジンのトールワゴンであり、現在のミニバンというジャンルを切り開いた車である。パジェロ譲りの 4WD システム、スーパーセレクト 4WD や足回りが搭載され、他のトールワゴンでは類を見ない、オフロード性能でアウトドア派には特に人気があった。フレームは2代目パジェロのラダーフレームをベースに、モノコックを融合させ、高いボディ剛性と室内のフラットフロアを可能としたが、室内高も稼いだために、当時最も背の高いワゴン車となった。パジェロのフレームを用いたビルトインフレーム構造で、ラダーフレームとモノコックボディを一体化させたものである。ラダーフレームで本格オフロード4駆としての剛性を持たせ、モノコックボディでクラッシャブル構造を持たせるとした。ボディサイズは標準とロング。ルーフ形状はエアロルーフとハイルーフの2種に加え、エアロルーフにはツインサンルーフ、ハイルーフにはクリスタルライトルーフと呼ばれるサンルーフ車も設定された。ホイールベースが 20cm、ボディが 40cm 長いロングボディも設定されたが、街乗りや区間走行での使い勝手の面から販売台数は少なかった。ありがとうございます。